手刀手刀打ち、または、チョップ、ナイフハンドストライクは、柔術、柔道、空手、剣法、合気道、プロレスなどで使われる打撃技の一種。指を握り込まない、い手のひらの形を刀剣類に見立てた手刀として、相手に打ち付け攻撃する。特に、ボクシンググローブを使用しない都市の格闘技で広く、使われる打撃技法であり、 剣道など武器を使用する武道、武術でも裏の型や技の応用として使われる。軽線部分を打ちつけるものが手刀である。親指側で打つものは、背刀打ちである。指先でつくものは噛んでである。手刀打ちは開け手のひらの形で小指側の側面にて相手を打つ技であり、顎、頸部、かみなどの急所を正確に狙うのに適している。通常、小指の爪で、 自らの薬指を傷つけないよう指を伸ばし主観は密着させる。空手の基本では上から打ち下ろす、横から打ち付ける動作が一般的とされる。極神階関係では構えからカウンター気味にそのまま手刀を相手の鎖骨部に突き出すものを手刀の鎖骨打ち込みと呼ぶ。防具付き空手では少林寺流霊新干所大僧家の保有が編み出した体を 後ろ向きから前に回転させて打つ、螺旋手刀打ちは、総合格闘技で使われる、バックハンドブローの原型となった。古流充実における手刀は帽子を、人差し指の側に強くつけた手の小指の方の側で打つ、ことが一般的で、主に急所を打つために使われる場合が多い。元孫最古で1532年に成立した、竹内流にも存在する非常に、 古い当て身の方法である。ヨーロッパの古流柔術家たちや柔道家たちが柔道のシステムを参考に、古流柔術や柔道から競技化した柔術ファイティングでは、手刀打ちによる一本、技ありが認められる。手刀受け手刀は、空手の方の場合打ち技として、より受け技として使われる場合が多い。お互いが向かい合って1対1で戦う。 近代格闘技の試合では使いにくいためあまり見られないが伝統派からっての試合などではたまに見られることもある。拳を痛めないため演武などに使われる場合が多い。また、とっさに使えるため、五神の場合は役に立つという空手師範も多い。日本の柔道の形の演武や古流柔術、合気道では、受けが手形で打ちかかる場合、担当を持っていることを表現している場合がある。 どちらも、カンザシや担当、こだち、いあいの抜き打ちなど、武器を使う動きに通じる。行動間柔道の形では、行動間を真術、都主の部の両手取りで取りが、右手刀を銃の右霞に当てる動作、同、武器の部のブリ下では、取りが杖をかわして、左裏剣に続いて、左手刀を銃の糸に当てる動作、銃の形、第二鏡、シャダで銃が、 右手刀で鳥の糸を打つ、動作等がある。野牛新影流剣術では、野牛胸のりの標本絵伝書に有部刀の極意に至る前に、小立ちの稽古を経て、手刀による稽古へと前の感覚を練馬して最後に、無刀性へと至る。この手刀の段階を、手刀勢と呼ぶ。手刀勢では師たちは手を刀のように用いて、打ち立ちの立ちを握る子手を打ち落として、 相手を制する。少林寺拳法では手を投じ、水平にして相手の左首を右手できるようにして打ちかかり、牽制する。力道山による空手チョップ。プロレスにおいては戦前アメリカに渡った柔術家、柔道家出身の日本人レスラーがプロレスのリングで使用したアテミ技が元とされている。当時アメリカでは柔道はポピュラーであり、空手は 今日ほど認識されておらず、アメリカでは、柔道チョップの名称が、プロレスのリングではポピュラーである。日本において力道山がその豪腕を振るう以前より、チョップと呼ばれ使用されていた。国内のプロレスにおいては、手のひらを広げた状態で首から胸元を張り手で叩く、打撃が、チョップとされていたが、国内では、極真空手の大山マ達立総裁は、著書100万人の空手の中で、 極身会館創設以前にプロレスラーの力道山とは信仰があり、彼に手刀技を伝授したと述べている。大相撲からプロレスに転向した力道山は自身の張り手を空手の手刀のように振り下ろす形に改良して使い、特に手のひらを返して逆手の状態で相手の喉に打ち込む逆水平チョップや毛先りチョップの威力からファンやテレビ中継視聴者にプロレス技、 空手チョップの使い手として広く知られた。この技でプロレス界に格好たる地位を築いた力道山は大きな外国人レスラーを空手チョップで倒すというスタイルで日本全国にプロレスブームを巻き起こした。また力道山は相手の首根っこ、肩口あたりへ打ち下ろす毛先りチョップも得意としていた。女子レスラーの大森ゆかり晩年の橋本真也も 毛先りチョップを多用していた。力道山の愛弟子であるジャイアントババも空手チョップを受け継いだが、師匠のよく用いた毛先り型のチョップのほか水平に構えて相手の胸板に横に打ちつける水平チョップなどのバリエーションを生み、特に高身長のババが相手の脳天に上から振り下ろすものは脳天から竹割りと呼ばれ、オリジナルの技となった。 これらの技は、技の出が速く、連発しやすく、見た目は単純だが、打った反動が自分の腕にそのまま返るため、腕を相当鍛え上げた人間しか満足な威力を得られない。力道山、ジャイアントババ以降、使い手はしばらくいなかったが、天竜源一郎は、天竜チョップの通称で、再びチョップ技に光を与えた。以降は、 小橋健太や佐々木健介などが好んで使用しており、小橋は水平チョップだけでなく、他種多ようなチョップを開発している。東洋をイメージさせることから、アメリカでは、三つ荒川、プロフェッサー田中、ミスター富士などの日系ヒールや韓国人選手のパクソンも使用していた。海外遠征時の日本人選手も日本人らしさをアピールするために、普段は使用しないチョップ攻撃を見せることがあった。 北米のレスラーでは、リック・フレアー、ジミー・スヌーカ、リッキー・スティム・ボートラのバックハンド・チョップ、和風・マク・ダニエル、チーフ・ジェイ・ストロン・ボー、タタン・カラ・インディアン系選手のトマホーク・チョップなどが知られる。なお、アブドーラ・ラザ・ブッチャーなどが使う、地獄好きは、空手の抜き根と同様の技である。毛差切りチョップ相手の軽動脈や、鎖骨あたりを狙って放つチョップ。力道山の得意技で、 その現役当時は、空手チョップと呼ばれていた。相撲時代に得意だった、張り手を応用し、空手を習っていた経験から、手刀の技法を取り入れて、得意技にした。以後は、橋本真也や小橋健太などが得意とした。首動脈チョップとも言う。逆水平チョップのように、バックハンドで繰り出される、毛先りチョップもある。 ローリング下下切りチョップ自ら旋回する遠心力を利用し、相手の首筋に逆水平チョップを放つ。小橋健太のオリジナル技である。橋本信也が使用した燕返しも同じ技である。逆旋回式のローリング下下切りチョップも存在し、こちらは塩崎強のオリジナル技。ダブルイ先切りチョップ両手を合掌するように合わせて、相手の首筋に放つけ下切りチョップ。 小橋健太が放つものは、青春の一撃という固有名称がついている。女子では、三田悦子が使う、ブレージングチョップが有名。桜庭和紙は総合格闘技の試合で、ガードポジションから繰り出す、幸せチョップを使用したことがある。脳天から竹割り身長を利用して脳天に上から、チョップを放つ。ジャイアント馬場のオリジナル技で、馬場チョップとも呼ばれ、脳天チョップ。 ブレーンチョップ、オーバーヘッドチョップという呼称もある。生前の力道山は頭をカモイにぶつけて脳天チョップを思いついたババに相手が死んでしまうぞと制止していたが、リック・ザ・ブルーザーとのタイトルマッチに際して解禁に至った。ババの愛で死であるタウヤ・アキラも多様。ブルーザー・ブロディやグレート・ムタはトップロープからの飛び技として使用していた。前世紀のババは 打ち下ろす際に大きくジャンプして繰り出すこともあった。水平チョップ交互にバックハンドチョップを放つ、ショーン・マイケルズとリック・フレアー。手のひらを下に向けて、手のひらで水平に放つチョップのこと。力道山を源流に持つ。逆水平チョップとも呼ばれるが、動作などが逆になっているわけではなく、同じ技である。米国では、バックハンドチョップ、または、ナイフエッジチョップと、こもばれる。 ジャイアントババや力道山、天竜源一郎、小橋健太、ディックフレアー、佐々木健介、塩崎剛、し、丸藤聖堂、エディ・エドワーズなどが得意とする。マシンガンチョップ高速でチョップを連発する技。コーナーにもたれかかった相手に対して放つことが多い。チョップの種類は様々で、水平チョップ、毛先切りチョップ、チョップスマッシュなどがあり、同じ種類のものを連発する。 小橋健太、佐々木健介、塩崎剛、小島聡らは水平チョップのマシンガンチョップを使用。また、小橋は相手の腕を掴んだ状態でバックハンド式毛先りチョップのマシンガンチョップも使用した。田上明は通常式の毛先りとバックハンド式の毛先りを交互に放つ乱れ打ちチョップを使用。さらに川田俊明は 相手の腕を掴んだ状態で逆水平チョップを打って相手を倒しそのまま相手の腕を引っ張り強引に立たせて再び逆水平チョップを打つ起き上がり消防士揮を使用天竜玄一郎はグーパンチと逆水平チョップを交互に繰り返す大容疑を披露したことがある力道山の次男である桃田光雄はチョップスマッシュでマシンガンチョップを使用それに合わせて観客が 手拍子をすることから、手拍子付きマシンガンチョップとも呼ばれる。トマホークチョップは風幕ダニエル、ダニー・リトル・ベア、チーフ・ジェイ・ストロン・ボー、ジュールズ・ストロン・ボー、ジェイ・アング・ブラッド、マーク・ヤング・ブラッド、クリス・ヤング・ブラッド、タタンカなど、インディアンのギミックを用いるレスラーが放つ、チョップ攻撃の総称。手刀をトマホークに見立てたネーミングであり、胸板へのバックハンドチョップや脳天への、 オーバーヘッドチョップなど、打ち方は様々である。モンゴリアンチョップ両手を同時に振りかぶり、相手の鎖骨に左右からダブルで放つチョップ。かつて新日本プロレスや WWF で活躍した、キラーカーンのモンゴリアンギミックに合わせて故障された。カーンの引退後は、天山広吉、モンゴルマン、橋真子と、グレート・オーカーンが使用。総合格闘技のリングで、 桜場和氏が使用したこともある。クロスチョップフライングクロス、チョップ両手を交差し、正面から打ちつけるチョップ。日本では1970年代、ラッシャー・秋村など国際プロレスの選手を中心に使われ始めた。ミルマス・カラスは自ら体を投げ出して放つフライングクロスチョップを得意技としていた。チョップスマッシュ正面から相手の胸板に上から下へ肩腕を振り下ろすように、 チョップを放つ。毛先にチョップを胸板へ打ち込む形である。実際は手のひらを相手に打ちつける場合が多いため、事実上胸板への張り手のような格好になる。かつては力道山やジャイアントババが使用していたが、以後は桃田光雄が数少ない使用者となった。桃田はコーナーへもたれかかった相手へ連続して打ち込み、チョップに合わせて観客が手拍子を打つのが定番となっていた。 野球チョップ野球の投球フォーム風のモーションから繰り出されるチョップスマッシュ。野球やソフトボールをバックボーンに持つ選手やギミックとする選手が使用。チョップドロップマット状に倒れている。相手の喉元や胸などに立った状態からチョップを振り下ろす。自らが倒れ込みながら打ち込む場合もある。小橋健太、天山広吉が使用。和風マクダニエルは トマホークドロップの名称で使用した、ワームワームを狙うスコッティ2ホッティ。スコッティ2ホッティのオリジナル技。仰向けに倒れた相手に対して、両手を広げて、ダンダを踏んだ後、観客の WORM のチャントに合わせて、片足飛びでリング内を反周。技名の通りミミズのように体を屈伸させて、相手に向かって進み、最後は観客のフー、フー、 のちゃんとに合わせて、両腕を大きく左右に振って、相手の頭部にチョップを放つ。チョップ以外の動作は、パフォーマンス要素であり、ダメージには関わらない。大根切りチョップ小橋健太のオリジナル技。相手をバックブリーカーの体勢で抱え、そのまま喉元にチョップを叩き込む。大変危険な技であるためか、相手の力量に合わせて使用する。最近では、喉元ではなく、 胸板に打ち込むことが多い。坂本龍馬チョップ小橋健太のオリジナル技。ブレーンバスターで担ぎ上げた後、前方に背面から投げ落として、リングに落ちる寸前に、相手の喉元にチョップを見舞う技。初公開が高知県大会であったため、高知ゆかりの坂本龍馬にちなんで命名。蜂のアザチョップ処刑チョップ首の後ろを狙って振り下ろすチョップ。 オールドスクールオールドスクールを狙うジ・アンダーテイカー。ジ・アンダーテイカーによるオールドスクールジ・アンダーテイカーのオリジナル技。相手の片腕をねじり上げつつ、自身はトップロープを歩き、飛び降りざまに相手の肩付近にチョップを放つ。師匠のドン・ジャーディンより伝授された。ねじり上げられた腕がトップロープ綱渡りによる負荷でダメージを受け、チョップによってさらに追い打ちを受ける。 ブルブキャナンも使用。荒崎人生の拝み渡りも同系統の技。空中、元屋チョップコーナートップより飛びつき、相手の肩にまたがった状態で、大見えを切りつつ頭部に放つチョップのこと。狂言肩、泉元屋がプロレスに進出した際に用いたオリジナル技。名前の由来は、もともとフライング、元屋チョップという名前だったものを、会見で緊張した。 泉元屋が間違って言ってしまったことによる。本人のインタビューによると、人間の壺を刺激することでダメージを与え、技に入る前に弓や鉢万打って捨て申すと前説を入れることで、エネルギーを蓄えることができ、威力がパワーアップするとのこと。ベルリンの赤い雨。ありがとうございます。